タカラジ第7回お疲れ様でした。アフタートークの時間でございます。本日のゲストはタロちゃんです。お疲れ様でした。ゲーム実況者のシンタロです。お疲れ様でした。お疲れ様ですよ。いやなんかこの3人でめちゃめちゃ喋ったの久なんか初めて久しぶり、久しぶり、いや久しぶりじゃない、ね、なんか一回なんか、うん、なんで喋っただっけ。いやたまたまなんかそのトータスさんとかがいた時があったあったあったありましたよね。なんか何人かそう俺らだけじゃないの、うん、何人かいてなんか喋った記憶がある。剣士が多分ねみんなで喋ろうみたいな普通に配信企画で呼んで、うん、この3人で喋った記憶あるな。太郎ちゃんささっきあの配信の宝寺の時にさそのシャドバやってたって話してたじゃない、はい、言いましたね、うん。で今例えばそのアモアス以外だったらさ、まあ、ちょっとアモアス以外のゲームやる、はい、自分の自配信でやるってなるとやっぱ、まあ、マリカは当然そうだと思うんだけど、そうですね。他にハマってるゲームとかあれやりたいなとかこれやりたいなとかあったりする。まあ最近だったらマリカ以外だったらスプラトゥーンとか。スプラハマってるの？そうでやってる？いやスプラたまーにやってますよ。へえ。そうなの？あれ酔わないの、うん、タロちゃん？いやスプラは酔わなくてできますね全然。プロやってるイメージマジでなかった。まあなんかそんなマリカほど頻繁にはやってないから、うん、まだ普通に1週間に1回くらいはやってるかな。え、じゃあ声かけてもいいの？一緒スプラやろうよって。あ、もう全然、まあ僕クソザコですけど。いやもう全然よ、俺なんてクソザコだから。で、ケンシもクソザコだからもう全然。いや認めないよ。俺は自分のことクソザコだって認めてないから。認めないよって何？クソザコじゃないです、俺は。そこそこできます。全然違いますから。そうなんだ。他はスプラ以外とか他なんだろうな。それこそポケモンとかは結構やってますね。新しいシーズンが出る。そうか、バイオレットスカーレットとか手出す。そう、それも出ますし、まあ、過去の剣盾とかアルセウスの時もやってるんで、うんうんうん、そうか、意外といろんなゲームもちゃんとやってんだよね。そうですね、もうポケモンは高校生の頃とかめちゃガチでやってたんで。はいはいはい、はい、もう普通に厳選とか。あ、厳選とかもやってました。あ、そうか、そうか、モコさん好きだったまさにそうだよね。そう、シャドバワがそうか、そう、俺も今もその系譜だよね。そう、系譜だわと思った今そうか、そらそうだ。やりますか、ダガナ村みんなでポケモントーナメント。いや、俺はちょっと開催したいと考えてるけどね。マジでポケモンチャンピオン、ポケモンチャンピオンマジでやろうかなと思ってるけど。本当にガチンコのなんかこうやつだとちょっとやっぱひよっちゃうけど、ダガナ村みんなでやるって決めたら俺結構やりたいな。うんうん、でも結構ねこの前話してる感じガチ多いよ。あ、マジ多い。なんかみんな自分に自分に合ったポケモン連れてきたりとかしないの？なんかちょっと嫌だよなんか。ああ、いやもう多分使用頻度上からトップ10全部で固めます。ティアワ連れてきても面白くないって。だから誰と当たっても同じパーティーみたいな。やだやだやだ。ケイシはオクタンとか使ってちゃんと、でタロちゃんはジュナイパー使って。ジュナイパー俺キュアワーで行くから俺。何だった、確かに花か。もうそのイメージないけど確かに可愛いやつで行こう。可愛いとかあったやつで行こう。ファンアートみんなが描きたくなるやつで行こうよ。確かに。でも慎太郎のジュナイパーはいいね。なんかジュナイパーあんま強くないからな。確かに。ダメだよ、ティアワン揃えていっちゃ。いやでもガチガチのチューパーはチューパーはあかんて。あ、いいね。じゃあちょっとスプラとかポケモンとかちょっとみんなでまたなんかやろうよ、うん、これは。いやできそうだと思うけどね、うん、面白そう。最近は本当にオフラインのイベントもねどんどん増えて、はい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 、めっちゃ盛り上がる。さっきもね話した通り宝寺崩壊ライブとかもすげえ盛り上がるけど、ね、やっぱちゃんとって言うと変だな。オンラインのさ、なんかみんなで誰でも見れる配信イベント。いや、そうなのよね。やりたいんだよね。やりたい、やりたい。配信者としてちゃんと配信上の何かをね。だからなんか すごいイベント記憶に残ってるやつある？配信イベント。それはリアルと。あ、どっちでもいいよ。先に配信のやつ。ああ、確かに。あれ面白かったし、またやりたいとか。まあやっぱり最近で一番印象的だったのは、うん、アモアスマリカ杯とかですかね。まあそうだよね、めちゃめちゃかっこよかったもん。 あれはやっぱり自分が、うん、まあ運よく優勝できたっていうのもあるんですけど、うん、もう本当に楽しかったし盛り上がったんで、あの素晴らしい格だったなと思ってて、さっきめちゃめちゃ嬉しかった瞬間の話とかね、確かに宝寺で話してたけど、まさにそれじゃない。いや、それだろ。あの時思い出せなくて、今思い出した。まあ、そっかそっか。一番感無量というか、あれやっぱ、うんうん、あの本当に優勝争いまで行くための蓄積えぐない。
やばいっすね。でも決勝走るのだけでもこんなに大変かと思いながらさずーっと走ってたけど、いや結構プレッシャーもすごかったんで。そうだよね、もう優勝しないといけないぐらいの雰囲気だったから、うん、そうだよね、終始手がくぶるだったんですけど、なんとか優勝を期待されるプレッシャーって俺そう感じたことない、もうそんなの勝ちを皆に期待されるっていう。いやでもさ、第3回あったら出るでしょ、さすがに。第3回あれば出たいですね。第2回はちょっと運営補佐で回ったんですけど、ね、うん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 、第2回ってさちょっともうみんなの練習ガチガチでさ、うんうんうん、正直あの慎太郎一強じゃないじゃん。もういやそうなんですよね、もうみんな練度上げてきて、練度バカ上がってるから、うん、だから出やすいよね逆にね、うんうんうん、今も結構普通に走ってるじゃん。やっぱそのポンちゃんとかだとやっぱ結構もうほんといい勝負とかになるの？どうなの？まあそうですね、一応まだ、まあ、僕の方がなんていうんですかね、優位にはいると思うんですけど、うん、全然なんか展開したりは負けるから。そうだよね、状況によってあれ全然変わるもんね、うん、マリオカート。うわー、俺とか七子はどう？え、まだ俺、うん、あの全然負けちゃいそう、勝てそう、どう？あの、うん、多分余裕で勝てます。おい剣士、俺たちも優勝争いにちょっと名乗り上げんぞ。第3回マリカハに向けてよ、やろうぜ、ガチでやってやんよ。ああ慎太郎が決勝でマジで喋れなくしてやっかんな。もうマジでガチでなりすぎて、太郎ちゃんがグワーって走ってたら後ろから誰だ、ん、七子と高田剣士待てって言って、マジで高田さんが予選突破したら大盛り上がりですよ。いやそりゃそうだよな。ちょマジでほんと、いやもうこんなのはね、もうめっちゃ一生懸命やってる人たちに対してちょっと失礼まであるかもしれないけど、ほんと決勝でさ、あの、うん、どこかのタイミングでもさ 1,2,3 で太郎ちゃん、奈良子、高田圭司つける瞬間があったら、いやすごい盛り上がりなのよ。すごい盛り上がるね、それは確かに。捉えたぜ太郎ちゃんって言いながらさ走りてえよ俺だって。そう考えたらやっぱポケモンだって準備に時間いるしさ、マリオカートなんてもう一番練習必要だしさ、うん、ね、マリカの方が時間いるね多分。スプラトゥーンなんてさ100時間やってチュートリアルみたいなさ、そうね、ねえもう時間ねえ。あるよ奈々子、仕事辞めれば、ね、また出たよ、そうなるんだよ、仕事辞めたらあるから。思うようにならないのよ人生って。なんかでもマリカ最初はさ、はいはい、趣味ぐらいだったでしょ、趣味って今、今も別に趣味だけど、うんうんうん、ちょっと走れるぐらいだったでしょ。まあそうですね、もともとマリカ始めたの DS の頃なんですけど、うんうん、その時にちょっとだけかじって、でスイッチも適当にやってるぐらいのテンションだったんで、うんうんうん、それこそレート僕最初 4,5,000 ぐらいで止まってたからだよね、うん、はいはいはい。でなんかちょっとアモアスとかやりながら空いてる時間になんかマリカやりだしたじゃん。そうですね、どっからなんでガチでやろうと思ったの、あれ。ああそうだね、ね、多分本当にガチでやろうと思い出したのはマリカ実況者と絡み出してからですかね、うん、え、勝ちたいと思ったの。そうですね、なんかそれこそさっきのマリカンガースとかと話がつながってくるんですけど、うんうんうん、あそこでまあ伊豆さんとか畑迫さんみたいな、うん、まあ、本物のマリカ実況者と一緒にプレイさせてもらって。おい誰が偽物のマリカ実況者だ、おい。誰が偽物のマリカ実況者だよ。一応多分ならばマリカぜ、ニコニコからマリカ上げてきたよ俺は。おおじゃないのよ太郎ちゃん、まあ、一応まあかっこ仮のマリカ実況者の畑さんとやらせてもらってね、うんうん、あやっぱこの人なんで勝ちたいなと思って、うん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 、そっからもうめっちゃマリカのプレイの頻度上がりましたね。え、そん時マリカ一緒にやったの？え、やったんだよね。マリカンが。そうですね。アモマスの後にやりましたね。マリカ一緒に。うんうんうん、ボロ負け？もうボロ負けですね。あ、ボロ負けだったんだ。いやそりゃそうだよ、うん。やっぱ積み重ねだもん。もう全く勝てねえわっていうぐらい。今だって勝てるでしょ。今普通別に。今は多分5回やったら1回ぐらい勝てるぐらいの。勝てるよね。なってるんで。はい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 。でも当初は本当に向こうがふざけないんだったら20回やっても1回も勝てないぐらいだったから。うん、まあ、なんとかプレイ時間で僕マリオカート今なんだかんだで1800時間ぐらいやってるんで、そんな800時間めっちゃやってる。余裕で大学の単位取れんじゃん、そんなに時間かけたら。確かにそのうちの10分の1でも大学に使えば余裕で取れるけど、マリオカートに振って正解だよ太郎ちゃん、マジで超かっこいいもんやっぱ、うん、俺もやっぱこのゲームだったら絶対負けないみたいな、めちゃめちゃ羨ましいなって思う。なんかないの、うんうんうん、ならこう、え、俺いろんなものをとりあえずつまみ食いだからな。ダメだやっぱそうじゃん。
ちょっとずつかじってってよ、世渡り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 は誰にも負けない、世渡りは負けてなさそう。でも田中さん、でも実況者としてはそれで正解です。正解だね、確かに正解だね。かっこ悪い、かっこ悪いな。これ全然今思い出したんだけど、うん、今日さ、その宝地、うん、始まるにあたってさ、概要欄編集するじゃん、はいはいはい、YouTube の URL ちょっと慎太郎のやつコピーしようと思って慎太郎の YouTube のトップページ行ったのよ、うん、はいはい、まあ普段行くことなんてないじゃん別に、うんうん、でコピーするがてらちょっとトップページ見てさ、あれと思ったんだけど、慎太郎ちょっと前にさ、はい、Twitter でさ、はい、あの毎日投稿はちょっときつくなったんでこれからは週5でやりますみたいなつぶやいてたでしょ。あー、なんかつぶやきましたね。慎太郎最後に動画投稿したらいつ？多分1本だけ3日前ぐらいに投稿して、うん、そこから1週間ぐらいマモ入ってるんで。いや、そうだったね。あれ俺ツイッターでなんかすごい動画投稿の意気込みのツイート見た気がするけど、こいつ何も上げてねえと思って。いや、じゃあもう弁明しとくと、何動画、その毎日投稿を途切れるまでは僕2ヶ月ぐらい毎日投稿続いたんですよね。そう、 らしいね、なんかツイッター見る感じは、うん、まあ、ただもうストックがなくなっちゃって、はいはいはい、今ないから上げれないってことだよね。ないですよ、こうないからね、はいはいはい、うん、いや、でもさ、糸切れるよね、毎日投稿ずっと続けてさ、ふっと止まった時ってさ、はもういっかってすごいなっちゃう。わかる、わかる、わかる。めっちゃわかっちゃう、それなんかでもずっと張り詰めてないと俺上げられなくなっちゃう。わかるわ、糸切れるね。慎太郎ちょっと糸切れてる期間ってことね今。そうですね、しかも一回糸切れたらもうなかなか繋がんないけど。繋がんないね、わかる。そしてさっき話した大学の講義もそうなんだろうね。あー、なるほどね。じゃあどっかでこう詰めていきだした流れでいっちゃう可能性もある。そうなんじゃない、もう行くか、繋がりさえすれば決めてバババババって行ったら、うん、そのまま行っちゃうかもしれないけど、糸繋がんないんだよね。繋がんないね。繋がんないのがすごくわかる。あ、じゃあまたちょっと一個話変わっちゃうけどさ、タロちゃん、あの今度あれでしょ、あの DDD ライブって出るでしょ。ああ、出ますね。あれって飛びユニのライトさん企画のやつなんだ。そうですね。だからその前に一回出てたよね、ライブ。なんか出てたよね。そうですね、とあるライブのスペシャルゲストっていうか、うん、はい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 、シークレットだよね、出させてもらいましたね。はい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 。で次はもう普通にガチ演者として。そうですね、次は最初からもう出演者にリストがある状態で、おお、出るって感じですかね。何曲を歌わせてもらうっていう。あ、歌、もう完全それはもう出て歌ってっていうのができるっていう感じなんだ。そうですね、そのステージに立って歌って、でそれぞれなんか一人で歌う時間もあるんですけど。お、これさ、もうちょっと聞いていいのか分かんないんだけれど、はい、普通になんかじゃあまた宝塚崩壊ライブとかさ、なんかその、はいはいはい、ちょっとイベント組んでやろうってなった時とかって普通に声かけて大丈夫なの、タロちゃん？いや全然、あ、確かに、あの機会っていうかそのタイミング合えばいけますし。ああ、じゃあもう予定が合えばなんだ。予定が合えば。これはちょっと聞いといてよかった。ちゃんとあの現地取っといてよかった。確かにね。ね、確かに。いろいろ現地とかともさ、そうね、どうしようかみたいな話の時にやっぱこうね、その実写もそうだし、うんうんうん、あのなんか来れそうな人とか関係ない。そのタロちゃん広島にいるしさ。うん、そうなのよ。そう、どうだろうなとかやっぱこうやっていろいろ勝手にこっちが考えてみたいなこともあるけど、はいはいはい、お DD ライブ出るんだったら出てくれんじゃねえかこっちもみたいな。いや、そうね、ちょっと断ったらちょっとタロちゃんってなっちゃうって。ただその断ったら何のこのことはあんまり好きじゃない、ね、もしくは DD ライブ側に何か人質取られてんのか、タロちゃんがなんか弱み握られてんのかっていう。弱い、タロ分かってんだろうな、出なかったらな。おい、じゃあそれはちょっとなんかいろんなあのタイミングとかにもよるけど、うんうん、もしよかったらまたなんか出てくれますか。いや全然出ますよ。おーしゃ、ケンシエ宝塚崩壊ライブ第2回の構想がまた第2回ね固まってきたぞ。慎太郎には6曲歌ってもらいます。ワンマン、ワンマン、ワンマン、タロちゃんワンマン、ワンマンだ、確かに。それは高田さん終盤でやんないと、序盤でやったら人帰りますよ。そうです、さすがにあれずっと慎太郎ってなるんで、序盤から始まるで後半残りのメンバーギューって詰めて、でででででででっつって、ってなってね、みんな1番までで歌えるの、曲1番までだからねっつって。
カラオケのちょっと時間ギリギリな感じで映像停止そうあとメドレーみたいにみんなサビだけ歌ってどんどんどん入れ替わり立ち替わりで感じになっちゃう。バランスならそうよ。ならそう。ちょっと6は行き過ぎたか。そう、多分またね、オンラインもそうだし、オフラインも結構いろいろイベント組んだりあると思うんで。なんかそのいずれも太郎ちゃんがね、ちょっと参加できるってなると結構いろいろ主催側としては激アツだから。おお、うん。ちょっと盛り上げていきましょう。それは。はい。またイベント組むってなったらまた忙しいっすね。高田さんやってくんない？いや、これは嫌です。なんでだ。じゃあいいか、せめて返事だけ返してよ、原始。ああ、それは返すより心がけます。頑張ります。さっきもね、たくさん話したけど、高田城崩壊ライブも今月26、うん、ちょっと。そうよ、もう、うん、もう、うん、もうすぐだ。もうすぐよ、本当に。みんなはね、これがただただ無事に済むことだけを祈ってもらって。それ第2回につなげるために、そうですそうです、ここでもう分かんない、剣士とかがもうテンション上がりすぎちゃって、あ、もう俺は脱ぐって言って全然だとかになって、ちょっともうイベントできませんってなったら、その時は太郎ちゃん俺らでやろうか。そうですね。それはね、そうね、俺がテンション上がりすぎてそういう気候になったら、多分俺も多分、あ、俺ってこんなことしちゃうんだなっていう自覚が出るから参加しないです。それも俺危ないんだっていう気づきになるから。じゃあ尻尾切りでいいわ、うん、その時は。そうです、その時は切ってくれ、もうその解釈頼むわ。もう高田村っていう名前使わなくなっちゃう。ああ、もう使わないで、そんなことしたらもう全然使わなくていいもん。じゃあアマースマリカ杯第3回、あとスプラトゥーン配信、うん、であとポケモン大会、うん、高田村ポケモン大会、ね、で七ラジ崩壊ライブ、うんああもう取られてんじゃねえかよ。これまだだよ、まだ俺抜いてねえんだよこれ。で、あと年末とかにもいろいろね、企画やったりとか、ね、ちょっとやりましょう、太郎ちゃん。はい、うん、はい、あったからさんもよろしくお願いします。くれぐれもくれぐれも事故は起こさないように高田君。いや大丈夫です起こしません、私はそんなことはしません。はい、というわけで今回の宝ラジ崩壊、はい、あ、間違えた、宝ラジアフタートークだ、アフタートーク、ね、アフタートークこの辺にしようかなと思います。はい、はい、ゲストはタロちゃんでした、ありがとうございました。ありがとうございます、ありがとうございました。